ちょっとね、静電種ライゼックスのこのライトニングブレード、まあ、絆ゲージ15しか使わないんだけど、ちょっと火力不足な気すんだよね。だから主人ヨーガのこれだ、従来光中弾、単体に雷属性大ダメージ、収穫率で3ターン麻痺状態にする。まあ、さっきの技のちょいちょい上位互換みたいな技だね。絆ゲージは24使うんだけど、ライトニングブレード打たれるよりはこっちの方がマシだから、伝承、さよなら主人ヨーガ。本当に短い付き合いだったな。まあ、別にお前のことは好きではなかった、正直。あ、喜んでるわ。さあ、そしたら今回はこの探索火属性の卵で人滅神ディノバルド取りに行くぞ。探索チケット SR がもう1個しかないから頼む。すごい、何、え、なんかオーラみたいの出てる。これあれか、人滅神特有の爆破の粉か。あれ、こいつ前の味方にもいなかったっけ、ウォークス君。なんで活力剤なんだよ。流行ってんのか、 NPC 界隈で活力剤。尻尾だな、初めから燃えてるね。ちょっとでかくね。弓通らない。いや、燃えてるから別に火がつくまで硬いみたいなね、通常のディノバルドみたいな感じじゃないと思うけどな。また活力剤やっとるわ。あかんな、これ。あー、レイヤーがスピード打ってるからもしかしたらダブルアクションになるかもしんないな。あ、なるなるなる。ナイス。あ、斬撃が通るわ。オッケーオッケーオッケー。猛撃の方向。さあ、準備万端だ。ただ、なんかすくみやってないね。そしたら、チャージタックル、尻尾。お、真似すんな。やけどにはならない。滅、呼吸ダメ、火球ダメ、滅。これで多分テクニックじゃないかな。わからんな。まあ、これは普通にため切りパワーでいくか。あー、スピードか。おお、あ、ワンパンかー。ま、369か。すくみ負けたからワンパンだったのかもしれないね。すくみ負けなければ310ぐらいで収まるんじゃないか。猛毒にはなるね。毒耐性ない。ヘルデンプシー、え、強っ。1000ダメージ入ったわ。てか、全体技なのにあれなんだ、クイッチから出るんだ。特殊な全体技なのかな、ヘルデンプシーって。まずテクニック出したいけど、まあ、狙われてないから一旦このままでいいか。次、やば、尻尾硬すぎじゃない。全然ゲ、3しか食らわない。何、え、あ、火が消えてるのか今、尻尾の。あ、なんか毒状態にしてる。ナイス。で、雷神ゴッドサンダー、ついに出番来たぞ、お前。で、ここはダブルアタックで尻尾狙っても意味ないから頭部。原作と同じなら、喉に火ためてるときに攻撃しまくるとダウンするんだよね。だから、V 破壊したらダウンしそう。喉に炎、マナあるな。ただ狙われてないか。ここはため切りかな。300か、思ったより通らん。ナイスクリティカル。ブルーボルテージきた。これ強いぞ。フレアシャクラム。あ、まあ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 、いや、毒状態いいね。リオレイ足結構当たりだぞ。このブルーボルテージがさ、
5ターン雷属性攻撃力と防御力が中アップして2ターン力を貯めるだよ。だこっからの攻撃多分相当やばい。ダメージ600とか与えるんじゃないかな。でこれはさすがに飛躍使いたくねえな。でもグレートじゃちょい足りないか。いや飛躍だ。あ違う、イニシエの飛躍でいいじゃん。俺ライフ減ってるし。お前タメギリ打てよ。さあどうだ。ああ、632。ただ麻痺にはならないのか。すごい金雷光の色だったね。200は中に。あ、いつもにリオレイヤー爆破やられだったんだ。あー粉塵ナイスだな。またチャッシャックルかな。じゃ尻尾が燃えてるか燃えてないかわかんねえ。いやこれ今燃えてるのかな。なんかエクスプロのテールとか使ってるから。え、逆に頭3しか食らわない。なるほどね。火に惑ってるとこしか食らわないんだ。頭もそうなんだ。はあ、それは面白い仕様だね。粉まとってるね、尻尾。これはまだ通りそうだな。これウォークス死んじゃうかな。でもお前の子守すんのちょっと気に食わねえんだよな。尻尾いくぞ。よしよしよし。98？ 爆熱陣。いやー、多く耐えられない。まあまあそうだな。ただ2回連続行動じゃないなら言うてもじゃない、そんな恐れるにじゃらすな気すんな。でここはフレームシェーバー打ってくれてるからグレートで回復して、次ライドして回復しよう。火属性だから全然取んないだろこれ。あ、もうそれでも600か。なんかさ、静電手が金雷光の金の雷打ってるの普通にエモくねえか。あ、待ってね。これ普通にパワーだよね。じゃあチャージタックルテクニックでいいよな。てか待って、ライジングオプサンダー変えるか。人間食べたいにして、これパワーだもんね。大丈夫だよね、間違ってないよね。よしよしよし。活力剤って意味あんのかな、マジで。絶対意味ねえんだよな。さあこれ尻尾深い、破壊不可能だわ。ほらだってもう HP 半分だよ。全然通常時のディドバルトと違うじゃん。尻尾破壊できないようになってるわ。相当重点的に狙わないと。あー、これ多分ね、あれやると見たよ俺は。あの呼吸ダメ。あ、違うわ。呼吸ダメしてねえわ、下級ダメか。あー、ダメだ、頭のやつしたら3しか食らわねえ。フレアチャクラムで尻尾炎をまとったヘルデンプシー。通常300暗中。まあ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 、破局滅神天打ってるか。そろそろね、俺も絆で攻めていきたいんだよな。どうしよう。なんかこういう時に使うアイテムないよな。効果薬とかってリストラされたんだな。そういえば高級同士でも使っとくか。攻撃力と会心アップ、これ強いでしょ。しかも5ターンだよ。破局密人戦天。あ、そういう感じなんだ。すげえかっこ悪いじゃん。突進ぐらいしろよお前も。ね、猛撃の方向ナイスで、グレートでこれは自分のケツ持つわ俺。
最近レイヤー系の傷の技見ること多いな。攻撃の方向をすくみ来い、すくみな、来ない。こいつ全然すくみ使わんやん。ここはライドだね。で、あー、ヘルブレイカーでいくか。低確率で3ターン防御ダウンだからなかなかいいと思うんだけど。あ、これがヘルブレイカーなんだ。しかもダウン状態になったぞ。んなもん効かない。スクミ来い。スクミそっちか。しゃあない。じゃあもう打って、いや打たなくていいか。もったいないよな。あ、普通のパワー攻撃に戻った。え、これ喉にまとってないよね。メッツ呼吸ダメしないたまんないよね。なんかブワーってなっとるんだよな。まあいいや、スピードで尻尾。うわ、レベル2になんなかったヘルブレイカー使っちゃったから、もう一回殴ってくんない。殴んないか。ただ防御力ダウンしてる間に打ちたかったけど、防御力アップダウンもなくなっちゃった。最悪や。ロングホームストップ。音がなくなる演出いいね。静電子も人滅子もなんか見たことない特性だね、2機ともね。ってことはもうスピードに変わってるんだよね。だからライジンゴッドサンダー投入で、こいつはもうちょっと絆溜まるから、あーグレートで間に合うかなこれ。このターン耐えれば絶対溜まる。溜まったわ。ドクンダレ。まあまあまあ、クリティカルでトントンよ。308ももらうか。あー、打ち狙いだね。ただこれはね、一旦気合の塊っしょ。危ねえ危ねえ危ねえ。300あったら耐えるぐらいか。でこれライドすることによって、あ、そっちも行っちゃう。やっちゃうじゃん俺たち。あーでもだやだな、俺ライジンゴッドサンダーの必殺技単体で見たいから。ここはブルーボルテージ。さあこの傷技やばいぞ。2倍でしか見れないのがちょっとあれだけどね。頭部壊れそうだけど、いやまあ無理か。尻尾だな。ゼクスカリバー。いやーめちゃくちゃかっけー。1470。いや待って、ブルーボルテージがやっぱ壊れとるな。あ、弱った弱った弱った。狙ってないけど、あれもないな。これ普通のパワーに戻ってない？尻尾まとってないと思うんだけど。あ、人間食べたいもん。でもなんもないのか。頭壊したいけどな。無理か。こいつなんでメッツ呼吸ダメ1回しか使ってこないのよ。ズルすんなよお前。あれでも音もんの攻撃は通る。どういうことだってばよ。これ爆熱陣2回やってこないのあれじゃない、2回回るやつ。人滅陣ってそれがメインじゃん。こいつ甘えてるね。あー、ここ別に死んでも問題ないから、それ死なないか。終わんじゃね？まだ耐えるか。
ため切りで尻尾。ちょ、どっちか頭破壊して、どっちか。お供の攻撃しか通んないから。まだ終わるなよ。よしよし、頭いけ。ナイス。オッケー、もう報酬増えたからもういいわ。もうお前に用はない。お前は武器にする。大金あたりにするわ。喜べ。猛撃の方向か。まあ問題ないか。お前の尻尾いい体験になりそうだな。ビクビクン。喜んでたね。上輪すっくね。剣客上輪剣客、これ作れるか。さあ問題は人滅人が出るかどうかよ。雷電、雷、ん？静電手もね、ギリギリだったからね。え？これ静電手じゃん。なんで非属性の卵のダンジョンなのに雷が出んの？やめてよ。おい、邪魔してくんだ、なんだこいつ。ああ、よかった。セーフ、ギリギリだ。まあ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 、こいつてか幼き頃からもうこの粉みたいなのまとってんだぞ。粉っていうか、これ熱くてブワーなってんのかこれ。バーニングテール、単体に非属性中ダメージ、高確率で3ターン火傷状態にする。あー、まあまあ高確率で火傷なら普通に中ダメージでも強いな。非属性攻撃強化特ナイス。火傷特はいらねえな。人滅人、単体に非属性大ダメージ、会心率がやや高い。うわ、これめっちゃ強いよ。残熱人、全体に非属性中ダメージ、低確率で3ターンやけど、これは弱い。普通に弱い。ボマー遺伝子弱い。なるほど、ちょっとこれいろいろあれだね、伝承してあげないと弱いぞ技は。え、ちょっと待って、ブレイブフレアって強いとは聞いてたけどさ、これあれじゃん、静電子のブルーボル電子と同じじゃん。2ターン力を貯めるってチート技だったのかよ。でこれを対やけど遺伝子と取り替えよう。な、やけど向こうってなんやねんこれ。誰が得すんねんこの遺伝子。タオトムヤンくん、もらうよお前のスーパーノバを。ボマー遺伝子どうなんだろう。これ爆破系にするのが強いのかな。あ、まあ残熱神がクソザコだから、とりあえずボマーとかは残しておこう、将来的な目線で。タオトムヤンくんな、お前の絆技が全体じゃなかったらね、俺のレギュラー枠は、非属性のレギュラー枠はお前になってたかもしれないんだけど、だからお前が悪い。全体技の絆技のお前が悪い。俺は悪くない。で、今作はね、このブレイブフレア、同じ遺伝子を2個はめることで、その技が強化されるんだよね。2個はめるっていうか、俺融合か。ブレイブフレアとブレイブフレアを融合して、1段階強化されましたと。で、これ2回できるから、もう2回したらめちゃくちゃ、そのブレイブフレアが強くなるんだろうけど、何がどう変わるかはわからん。攻撃力とか防御力の倍率とか、上がったりすんのかな。まあいいや。もう一個、投入。あ、強化に、それぞれの効果が、さらに中アップ。え、やばくない？こいつもう、エースの座を取りに来てる、すでに。生まれたてなのに。なんて貪欲なんだ。人滅戦、カスホール。爆破やられ 15%、防御力20、会心 8%。なかなかいいんじゃない？あ、作れたわ。さあ、そしたら、竜の寄り地、進めていくぞ。あー、これあれか。残りは、テオクシャあとな、ネルギアンテか。これ、古竜だ。イビル城いねえな。てか、思ったけど、ネルギアンテさ、ストーリーで戦った以来じゃん。こいつ結構、歯応えあるんじゃね？あー、なんだっけ、さすがに覚えてねえな。スピードだった気がすんなぁ。あー、テクニックが全然違えわ。ねえ、ほら、強いやん。これでいいのよ。これでいいんだよ。こうじゃなきゃ逆にダメなんだよ。雷が通るんだ。
あどうしよっかな。劣化山パワーで打ってみるか。どのぐらい通る。あーでも結構通るね、弱点じゃなくてもね。でまあ普通にパワーか。いやライドすればよかったな、スクミされてんなら。ここだな、ここでライドでスクミガチと。あちげえ、こいつトゲ生えたからパワーになりやがった。ナイス攻撃力ダウン状態785だって。あ二2回行動だ。なんで俺なの、さっき殴り合ったのに。ああいう場合は2回連続狙ってくるんだ。うわーせっかくためだろに、パワーになっちゃったか。そしたら久しぶりの極みなるが、なんか無属性枠ね、完全に人間食べたいに持ってかれたなお前。ここで気合の塊か。ねアフバル強くない。ね495でだって500だよもう。なんかすっごい強い気がする。いってー、なんか普通に強えぞ。粉塵やってくれてるか。まあここはダブルアクションためよう。さ転ぶんじゃないかな。あ転ばねえよ。足ぶち壊して転ぶ感じか。怒り出したらスピードだな。スピードってことはゴッドサンダー、しかも雷通るからこいつが一番いいじゃん。でドスラッシュ打つから撫でておくか。お見舞いしちゃうからね。お見舞いしちゃうからね。1500。なんでそんな強いんだ。なんかおかしくない。あでもなんだろう、さっきの人滅陣が固かっただけかな。あとえスピードになった、またあてかスピードか。あーそっかそっかそっか、何やってんだ俺、勘違いしてた。従来光中断、なんで従来光中断は逆に単体なのにさクリティカルになんないんだろう。物理技じゃなきゃダメなのか、そこら辺の区別つかないな。ブルーボルテージ、いやー撫でるが良かったか。ブルーボルテージ2ターンだもんね、こういうのがめっちゃ上がんの。2ターン以内に絆は絶対打つべきだったんだよな。あこれでなんとかなるか。これで俺にすくみ勝ち込んでくれればいけるな。あいける、アホめ。どうしようかな、これでも劣化弾打っちゃってもいいな。そこのすくみ勝ちで多分たまる。麻痺にならねえな。ただたまってライド、まだ弱んないか、さすがにか。これどうしよう、もったいないな。白いトゲ生えてないし普通に殴ってみよう。720。あー白いトゲ生えたね。あーいやエクスカリバーだな、2回行動だし。さあ等倍で見るぞ。ゼクスカリバー、これがかっこいい。その剣の一線がシュイーンってなってるのが、うわ一発で頭ぶり破壊した。2600だって。
あれだね、単体傷なつで3000ダメージ見えてきたな。今がパワーなんだっけ。ボコボコやん。足もやっちゃうよ。二度と歩けなくしちゃうよ俺。弱っ、何こいつ。なんか柔らかかったね。これも原作再現か。ギガンティックメディオ、隕石を食らったことはあるかい。余裕だったな。これどうすんだ、5匹倒し終わったけど。こっからだよな裏ボス。強烈無比な猛攻にも屈せずこの試練を突破する、そのような人間があのお方以外にも現れるとはにゃ。ああって相棒どうしたんだ。もしかしてこの奥から何か聞こえるのか。聞こえる？お前さん何が聞こえるんだにゃ。相棒にはモンスターの声が聞こえるんだ。この奥に一体何があるんだ。この奥は我々もあのお方も踏み入れたことがない地、何があるかは誰も知らないんだにゃ。先へ進みたいのなら好きにするがいいにゃ。試練を全うした者を止めはしにゃいにゃ。生きにゃ、己の目で確かめるがいいにゃ。いやー、これが裏ボスだー。取っておくか、ちょっとー。あと、マムタルトもいるんだよな、ダウンロードコンテンツで追加された。そっちのマムタルトの方が簡単らしいから、裏ボスよりも、マムタルトが次回は。で、人間食べたいの猛撃の方向をセルレギオスからパクってレベル2にすると。強化1、効果ターン4。あー、3ターンだったのは4ターンになったってこと？なんだ、さすがに特大アップになったりはしないんだ。